これか。おです。四国の徳島ですよ。もうそこめちゃぐるぐる回ってますから、ね。今めちゃ見えてましたよ。世界最大の渦潮。400年以上歴史のある阿波踊り。それからあのご当地グルメね。徳島ラーメンとか。あとそうそう、あと地鶏の阿波踊りっていうのもありますけども、全国的に見ても結構有名なもんいっぱいありますよ。それだけじゃない。一味違う徳島をですね、いわゆる伊達じゃない徳島をご紹介したいと思います。伊達じゃない徳島。さあ、はい。今から最初の伊達じゃない観光スポット。江戸時代にタイムスリップできるところにちょっと行きたいと思います。歴史のあるそんな徳島を見せちゃおうかなと思ってます。さあ着きましたよ。ここです、ここです。うだつの街並み、江戸明治大正の歴史的な建物が立ち並ぶエリアなんです。和傘いいっすね。いいでしょう。これね、三間和傘って言って、この地区で70年前ぐらいまではですね、結構作ってた有名な傘で、これね実際に買うと何万円かするんですけど、無料で貸してもらえるんですよ。伊達じゃない徳島。暑い時にこの日傘代わりにね使うのがこの和傘ええとこですわ。なるほど、そういう使い方もあるんだな、はい、見てくださいよ、この2階部分にあるこれ、うだつって言うんですけど、出っ張ってるとこね。昔火事になった時に横のお家に火が燃え移らないようにっていうことで防火の意味であったんですけど、うだつが上がらないって言葉あるじゃないですか、はい、あれの語源となったもので、このうだつを上げるっていうことがこう成功するとか、そういった意味があって、まあ要は作るのに大体今で言うと3、400万かかってたんですよ。あ、そうなんですね。そうそうそう。伊達さんは上がってます？上がらんでしょ。伊達のうだつは上がらんでしょ。もうずっと上がってませんわね。そうなんですか、はい、ちょっと上げないといけませんね。上げたいですね。上げ方をここでちょっと学びたいですね。こちら吉田家住宅っていう、ここがですね、あのこの地区の中で一番広い600坪、もともと愛のやってはったお店で、失礼します。いや、挨拶しそうになりましたよ。お邪魔します。よろしくお願いします。この顔見てるだけでも、あ、儲かってんなってね。ニコニコですわ。日本家屋ってほんと涼しいんですよ。めちゃめちゃいいでしょ、これ。あ、道の駅売店や。身も辛いです。食べましょう、食べましょう。いただきます。あ、辛っ辛っ辛っ、あ、辛っとかじゃなくて、おーっていう。伊達じゃない、身も辛。浴衣着てるんやった、おじいちゃん。いいわ、似合ってる。似合ってる。好きなもん何ですか？剣道。お、にまでに。お、すごい。動画得意で。はい、どうぞ。構えて。よし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 。あああああ、うまいうまいうまい。斬新が、斬新が美しかった。伊達様はあれだって、剣道もし、剣道や、ね、賢いし、天気予報士やし。無敵。無敵ではない。ウェザーマップチャンネル。元気よかった。じゃあ。次の伊達じゃないスポットはですね、ここ剣町の半田地区いうとこなんですけれども、うん、はい、ここね、そうめん有名なんですよ。半田そうめん。そんな中でも紹介するのこちらです。半田麺小野製麺さんなんですよ。
今ね有名になり始めてるんですよね。小野さん、よろしくお願いします。あ、こんにちは、大蝉の小野です。よろしくお願いします。お願いします。中に入っていただいて、朝の仕込みの方ですね、フィキシング、ビタリ、二枚合わせという工程の方を見学と体験をしていただきます。ここがですね、ミキシングの工程になります。日々の気温と湿度によって加水量を調整しながら生地を作り上げております。生地の出来上がりによってその後の工程やあの麺の品質にも左右されますので、はい、一番大事な重要なポイントですね、はい。半鍋の方は熟成と伸ばしを繰り返しながらどんどん細く麺を伸ばしていっています。こちらの工程であるんですが、かけ巻きという工程を行っているんですが、はい、レジンをかけながら上に上げていって8の字にあれ掛けしていっているんですよ。でこちらの方もあれ掛けするにあたってもこちらの麺の一本一本がねじれております。ちょっと僕やってみたいんですけど、どうぞぜひ体験できますので、ではあちらの方で、はい、やりたいでしょ。いや、絶対難しいですよ。いや、絶対難しいのは分かってる。でも分かってるけど、やっぱやってみたい。なるほど。はい。そうです、そうです。で、引っ張ってください。あ、こっち。はい。あ、怖い。はい、あ、もう離してください。はい。怖い。じゃあ、できないってことで。難しい。これ、すごい。簡単にやってるように見えますけど、めちゃめちゃ難しい。残念じゃない、半鍋。次にこのかけ巻きが終わった後の小引きという工程なんですけど、麺を伸ばしていってるっていう形になりますね、はい。で、あちらのところの箱の中でまた1時間半ほど熟成いたしまして、で次に大引きという工程があるんですけど、この大引きで、まあ、1メーター50センチほどですかね、そのぐらい伸ばして上の乾燥室に上げてるというふうな工程になります。小手さん、お待たせいたしました。半田麺出来上がりました。どうぞ冷やしのザル半田麺です。どうぞ、きっと召し上がってください。いただきます。どうですか。もちもちですね。あ、ほんですか、よかったです。これぜひお好みの薬味も一緒にですね、召し上がっていただいたら、より半田麺が美味しくなりますので、うん、徳島のすだち、はい、これちょっと入れさせてもらいます。あ、すごい香り、うまっ、めっちゃ美味しいです。いや、よかったです。もう今日めっちゃ暑いじゃないですか、はい、もうすだち入れたこの半田麺最高っすね。あ、よかったです、はい。いや、半田麺めっちゃ美味しいですから、伊達じゃない、半田麺。ウェザーマップチャンネル。はい。あ、まだまだ伊達じゃない徳島ご紹介しますよ。徳島ってね、実は釣りの聖地って知ってます？いや、知らない。渦潮とかあるじゃないですか。あの強い潮の流れによって、こう魚がいろんな集まってくるんですよ。その美味しい魚が簡単に釣れるとこご紹介します。魚好きじゃないですか。大好き。もう今からテンション上がってる。行きましょう、行きましょう。着きました。徳島新鮮納得市。ここにはレストラン、バーベキュー、さらには物産館もありますんで、徳島の魅力をたっぷり体感することができます。
この中で僕が一番おすすめしているのはこちらなんですよ。釣り堀なんですよね。じゃあよろしくお願いします。行きます。この釣り堀何釣れますか？はい、カンパチ、ヒラメ、はい、あと別の水槽に伊勢エビ。え、いっちゃん簡単に釣れるのどれですか？タイです。タイ、はい、まあ一般の釣り堀としても運です。運です。行きましょう。チャレンジ行くで。はい、オッケー。ここ、はい、はい、あとこれあと全然わかんないですね。ここかここかいいっすか？はい、公開できた瞬間はなんか釣りたかったんだよな。よく釣れてるんですけどね。いやいや、立派ですよね。何も悪くはないんですよ。おーい、釣りましたよ。はい、じゃあ早速いただきます。うわ、分厚贅沢、新鮮。ではいただきます。めっちゃ硬いです。コリコリ。うんうん。身がしっかりしてるし、脂も乗ってて、美味しいです。まあ、タイ2匹もありですね。料理違いしたら別物です。もうこれで全部もう私も食べきったかなと思いますよね。はいはい、あのせっかく徳島にお越しいただきました、はい、こちらですね、はい、フィッシュパスタ、こちらが徳島の南の小松島っていう地域の特産なんです。あ、特産なんですね。じゃあいただきます。はい、どうぞ。うん、初めてです。あ、うん、初めて食べますけど懐かしいですね。うんうん、多分お酒が欲しくなる。うんうんうん、ほんとそう。うん、今タイいただいてたんで全く違う感じの。まだありましたよ、ありました。すごいな。今日だいぶ発見します。ありがとうございます。はい、ということで今日は伊達じゃない徳島を送りさせていただきました。あ、いろいろありましたね。いいもんが、寒ダメ、フィッシュカツもあったし、釣りもありましたね。夏も良かったです。さらにこう行ってみて僕が思ったことは、海、山、川、めっちゃ綺麗です。ぜひね、一回でもいいんでですね、この徳島に来ていただいて、伊達じゃない徳島、楽しんでみてください。今度から一本一本、しっかり噛み締めて食べようと思いましたね。麺作りの概念変わりました。そうですか。はい、ありがとうございます。